しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。チンピラって言われたけど、この剣は？おい、あんた、どんなモンスターも倒す、何でも嫌なんだって？早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ、どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。ブーグスターブレス、これは多分魔法特化だ。あ、リレーズ状態になります。発動するとアクセサリーは壊れます。どうしよっかな。いっか、お金貯めっか。序盤だからそんなに苦戦もしないでしょう。まあ、ガードスコピオンめっちゃ苦戦したけど。また寄ってくれよな。武器アビリティの取得。なるほど。あ、武器によっていろいろ変わってくるんだ。バスターソードは最初から熟練度マックスで習得しています。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。アイアンブレード、あ、一気に強くなるっていう感じでもないのか。まあいっか。これもまあ強化できるところは強化しておこう。内容も変わるんだ、武器によって。これそれとバランス重視のオートにしておこう。で、マテリアスロットが1個空いたけど、まあまあまあ、またなんか手に入ったらつけるか。よし。この人、あ、書いてある。あなたの協力者を選定中。あなたの町はあなたが守る。自警団員募集。やあ、ティファ君、困りがたかい？いえ、協力の助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。何でも屋の仕事。このクエストは並行して進められます。はい。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、金星の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまり
それまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。バトルレポート。バトルレポートのミッションを達成し、チャドリーにデータを提供すると新たなマテリアが開発されます。はい、じゃあちょうど空きがあったから見破る。モンスターの生態調査、敵を2種見破る。あ、結構簡単そう。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集。それから、なるほど、これは全部サブクエストかな。バケネズミの軍団、こっち行ってみよう。今はメインよりかはまず何でも屋のお仕事をこなしてみるっていう感じで。子供いない、出てき、あ、お姉ちゃん。マリーは店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。猫、真っ白な猫なら、あのバーの前にいたけど。ま、待てよ、猫ならこの辺に溜まっていた猫が。いるけど、めっちゃいるけど、これは関係ないのか。この猫は違う。ああ、立った立った。そうか、最近また猫も増えたな。じゃあとりあえず全部話を聞いてみるか。荷物する食料って上から仕入れたアイテムもあるよ。お、ディファちゃん、そいつ何でも屋始めたんだって。ああ、だったらバケネズミどもを倒してくれ。やつらめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。バケネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。バケネズミのくせに仲間思いなのかもな。ネズミ退治。あ、じゃあこのネズミの戦闘でついでにモンスター情報を見破ってデータ収集すりゃいいか。これか、優先クエスト。ん？今誰かラブレスって言った？あ、いた。一気に行くぞ。まずは ATB を食べて。あ、アビリティにあるのか。見破る。確実に見破った。ウェアラットはみんな特性が同じかな。あ、 HP もわかるんだ。終わりだ。いや、臭い臭い臭い。バケネズミはすぐには来ないな。うーん、どうしよう。
あ、そうだ、アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。はい、で、また来たらデータ収集しよう。楽勝だね。アイテム屋さんどこだっけ？こっちか。おお、ビビって帰ってきたか。聞いてるぜ。ウェアラットは倒したってな。だが俺の依頼はバケネズミだ。やる気があるならバケネズミ退治を続けてくれ。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでもや。なに？これは愛想悪いバトルじゃないぞ、クラウド殿。上から仕入れた。アイテムもあるよ。まだそんなすぐには来ないってことか。あ、いや、来てる。バケネズミで、あ、こんな技も増えてる。見破る。調子に乗る。バケネズミ。オッケー。当てる。相手出てくる。頑張るね。さあ、そこ。いくよ。この。ちょ。頼りにしてる。ここからだ。あ、動きが早い。この隙に、おまけに結構硬いぞ。一旦回復しよう。で、カーバンクルがそろそろ召喚できそうだけど、ラピッドチェイン。限界を超える。うまくいったのかな今のは。リミットも使おう。不運を恨み切るんだ。うわ、強い。ここで仕掛ける。これだ。油断したな。ついでに呼んでみよう。暴れろ。暴れろって感じではないんだよな。バフはかかるけど。連携しよう。私に任せて。やり。当てる。止めた。畳みかける。気をつけてね。俺が出る。あ、まだ出てる。まだ来る。早くしよう。待ってよ。召喚獣のコマンド。なるほど。ダイヤの輝き。ああ、助けて、ティーファ。頑張るね。あ、体力全回復した。かかと落とし。沈めチャンスだよ。下がって。行くよ。私に任せて。これなんだろう。あ、これバッカ。やり、よろしくね。それ。行くよ。じゃあね。そういう時だと。また来たか。解放する。覚悟はいいか。終わり。ここまで。オッケー。どうってことない。結構どうってことあった。思いのほか硬かった。バケネズミを倒してくれたってな。ありがとうよ、二人さん。
化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した素の腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すればどう思う？いけそうだろう？どうだろう？何でもや商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。なんか新しいのが増えてるんじゃなくて値引きされてる。なるほど。あ、治療系魔法のマテリア。ハイポーション1個買って、せっかく安くしてるなら買おうか。はい。なんでも屋の初仕事、クエストクリア。うまくいったね。なんでも屋、きっと当たるよ。ああ。悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しく行こうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？なるほど、これでメインストーリーをやってもいいんだよってことになるんだろうけど、別にサブクエストみんなやってもいいな。キャラクターの強化にもなるし。この人は？猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？ね、衛生面が良くなさそうだけど、どの猫だ？これか。面倒だな。消えた友達。ここは何かアイテムでも登れない。アイテムでも登れない。アイテムあった。あの白い猫、バーの前にいた猫と同じやつ。あ、いけない。というか、ご自身でこの中に入っていけば逃げられないのでは？もう逃げられちゃったじゃない。だらしないわね。最近また猫が増えたのよ。逃げられないやり方があったのかな。まあまあまあ、バトルレポートを報告しようか。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。チャドリーシークレット。あー、武器強化のリセットを頼むこともできます。あれ上限あるんだ。オートケアル。あー、今後もマテリアを続々と開発していきます。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。おお、増えた。この辺は続けた方がレアなマテリアが手に入るかもしんないね。オッケー。まあ、あんまり気にしてなくても勝手に進むかもしんないな。
アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド、知ってるよな。神羅の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。硬いんだよねガードハウンド。こっちだね。犬。バトルレポート。今回は見破んなくていいんだ。ちょっとマテリア変えよう。使うかわかんないけど、チリをつけとくか。どうにかしねえと。瓦礫通り危ないのだ。